この時間はブラジル対ブラジル、こちらをご覧いただきます。このゲーム、舞台はエスタジオド・マラカナンで行われます。カナリア色のサポーターがスタンドに詰めかけています。コンディションですが、現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。ブラジル対ブラジル、強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。両チームともパワーとテクニック、いわゆる5と10をシーンによって使い分けることができる選手層が厚いチームですからね、多彩なプレーに今日は期待したいところですよね。そうですね。フェリピ、マルキーニョス、ファビーニョ、大きくサイドチェンジ、アルトゥールからリサルリソン、このボールはカットされます。ロディからターテのボール、リサルリソン、アレックス・サンドロからアーチのようなパス、スルーパスを狙う。さあコーナーキック、ブラジル。さあファーストハーフ、最初のコーナーキックになります。ブラジル、コーナーが続いています。ブラジルは2本目のコーナーキック、再びコーナーキック、ブラジルは3本目のコーナーになります。ブラジルはまだコーナーキックがありません。ブラジルはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ウィリアム、スルーパスを出す、スペースを狙う、シュート、ブラジルから先制です。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。さあブラジル先制、1対0です。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。アルトゥール、裏を狙っていきます。いいボールですよ。素晴らしいシュート、ブラジルは4本目のコーナーキックです。ブラジルはまだありません。スルーパス、この位置で受ける、ブラジルボールです。さあボールはウィリアム、いい展開ですね。チェックを受けますが動じません。アラン、どうする、この位置で受ける、フリード、シュート、拾いたい、ファビーニュ
から長いボール縦へ、アルトゥール抜けてくる、裏を狙う、おっといいボールでしょ、ブラジルはここクリアで難を逃れます。さあリシャルリソン、サイドチェンジ、ウィリアム、さあ右へ預けて裏のスペースを狙う、シュート、ブラジルはディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。クリア、このピンチをなんとか出します。アルトゥールからリシャルリソン、裏へのスルーパス、さあどうする、足元大事に行きます、このクリアボール次へつなげたい、リシャルリソン、アルトゥール、さあつながるか、シュート、押し込むか、ゲット、ブラジルリードを広げました。ウィリアム、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。いい反応でしたね、セカンドボールをきっちりと予想したポジショニングを取って落ち着いて枠に流し込んだ、いいゴールですよね。さあブラジル、さらに1点を追加し2対0としています。ブラジルとしてはこうなると主導権も握りやすくなる、上か、こっちになる、ブラジルここで PK を得ました。ここでまた引き離すチャンスを迎えています。冷静に押し込みました、思い切って正面に蹴りましたよね、なかなか勇気いるんですけどもね。さあブラジル3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。いや止まらないですよねこの勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、うん、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね、これはクリア、ロングフィードで狙う、ここはすぐ奪い返します、ブラジル、ここも固い守りでボールを奪います、ブラジル狙いますよ、どうだ、シュート、大きく縦へ、さあ一気にカウンター、そして今前半終了の笛が吹かれました。誰が予想したのか、前半で3対0、ブラジル着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。しっかり守りながらうまく攻撃してましたよね。この3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。ブラジル対ブラジル、ブラジルが3点差をつけ後半に向かいます。
さあ後半スタートです。これ仕掛けるか、アルドゥール裏へ届くか、オーソナットフリーだ。これはなかなかこじ開けられない、一瞬のクリアですね。裏を狙う、これを拾いたいブラジル。スルーパスを出す、シュート、これはミスキック、枠にはいきません。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。ブラジルが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。アレックス・サンドロ、アラン、これはつながりません。裏のスペースを狙う、来たー、ブラジル大量リード。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあブラジル、このゲームの主導権を完全に抑えています。ブラジルとしては後半の入り方は非常に良かったと思いますね。こういったいい時間帯に追加点を取りに行きたいというところでしょうね。アリー上げる、クリアです。届きましたよ、スルーパス、ブラジルとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。これをカットします、ファビーニョからウィリアム、どう入るか、これはクリア。ブラジルはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。アルトゥール、シュート、ボールは右に攻めていきます。絶好のチャンスでしたけどもね、コントロールできなかったですね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ブラジルとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。ドルーズボール、アランからこのフィードパス、抜けてくる、シュート、これはクロスバー、ボールは枠の外。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。ブラジル徹底的とも言えるチャンスのシーンがありました。
スローインをカット、これは読んでいました。アルトゥール、ロディから左サイド、さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースを狙った、オフサイドです。縦に送ります。ファビーニョからアルトゥール、このパスシュート、リサルリサ、裏のスペースを狙う、またファールか、さらに突き放します。ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュート、ゴールでした。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。さあブラジル現在圧倒的な強さを見せています。ウィリアン、ウィリアンからアルトゥール、ブラジルとしては中央に固まった後もうまく広げられないですよね。激しいボールの奪い合いです。ここは間合いを取る、ダニアウです。ここでルーズボール、これはファウルではありません。チアゴシウバ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ウィリアンからアルトゥール、ウィリアンどうだ、つながっていきます。中は枚数いる、一旦前を取るとボールは、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。ブラジルとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。全く手を緩めません。いやー、よく詰めていましたね。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになります。主審時計を見ながら長いホイッスル、6対0ブラジル大差で勝ちました。さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。ブラジルとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。ブラジルが大勝を収めました。